大韓体育会は、女子ショートトラック選手が元コーチより性的暴行を受けていたと告白したことを受け、同件について謝罪文を発表した。大韓体育会は10日、国民の皆さんへ謝罪文を通して、勇気を出してくれたシムソクヒ選手へ深い色と協力の言葉を伝えます。また、この事件により傷を負った被害者家族、 そして国民の皆様にも心より謝罪申し上げますと明かした。また、政府と協力し、選手村全種目にわたって現場調査を実施、強力な措置を取り、スポーツ人権関連システムを全面的に再検討及び改善するとし、選手村トレーニング場、競技場の監視カメラ及びロッカールームの非常ベル設置などを通して、 視覚と犯罪多発地帯を最小化し、合宿トレーニング改善法案を整えていくと明かした。これを前に、韓国女子ショートトラックのシムソクヒ選手がチョゼボム元代表コーチより常習的に性的暴行を受けていたと告白。波紋を広げていた。